はいどうも皆さんこんばんは、スルキでございます。ということで前回ですね、こちらアップルウォッチ、はい、購入したわけなんですけども、だいたい1週間ちょっとぐらい使いました。まあその感想はね、ちょっと後ほど、別動画にしようかな。ちょっと長くなると思うんでね、別動画にしたいと思うんですけども、まあこれ会社とかね、普通に、ずっとつけっぱで、まあいるわけなんですけども、となるとですよ、私のようなサラリーマン、こういう感じですよ。で買ったのは、こちら、もう名前忘れちゃったスポーツループっていう、布製のねバンドで、ここマジックテープになってるんですよね。で結構まあこれつけ心地自体は全然めちゃめちゃいいんですけど、仕事するのにちょっとどうかなっていうどうかなっていうのがあったので、まあじゃあね、最初から金属のやつ選べよっていう感じですけども、高いんですよ、高い高すぎる。こいつ、この布製のバンドね、これももし単体で買うと5000するんです。5000円、そんなバカなっていうね。まあアップルさんのねブランドっていうのもありますからね。で金属のものに関しては1万円とか1万5000円とかするんですよ。でもっと高いのもあるんですけどね。だけどこれ普通にね、まあ品質はいろいろありのですけども、金属製のやつ、アルミニウム製のやつとか、ステンレス製のやつ3000円台であるんです。3000円台、もっと安いので言えば1900円とかねあるんです。ということでこちら買いました。ドン。なんて読むんだろう、ユムテルみたいなちょっと謎のメーカーさんです。謎のメーカーさんの、ステンレスバンド超薄 0.2 センチベルト、アプローチ交換バンド、ステンレス留め金製みたいな、ちょっと長い、なんか名前ついてないです。だから単純にアップルウォッチ用の金属製のバンド、ステンレスのバンドっていうのを購入してみました。ちなみにお値段、こちら2499円。いやでもね、評価が結構高くて、なかなか良さげな感じだったんでね、これつけていきたいと思います。でもう一つ買いました。もう一つがこちら、はい、アプローチのケースみたいな感じですかね、プロテクターですね、周りをガードしてくれるやつ。いや本当は透明買おうかなと思ったんですけども、ちょっと嫁から透明はないんじゃないかと安っぽすぎるとということで、一回黒を買ってみました。こいつはこのアップルウォッチとかで結構いろんな製品を出されてる方向って読むのかな、方向さんのメッキ TPU ケース、対衝撃性、超薄、超簡単、着脱簡単、アップルウォッチシリーズ全4色のうちのブラック 42mm 合わせて購入してみました。これを両方ちょっとつけてどんな感じになるのかね、ビジネスライクに本当に使えるのかどうかっていうのをちょっと試していきたいと思います。さあじゃあやっていきましょう。ということでまずはこっち置いといて、 Apple Watch の方をね外していきましょう。まあ Apple Watch のねこのバンドの外し方自体はいろんなところでね乗っかってるんでよくわかってる方が多いかとは思いますけども、Apple Watch の後ろ側、ここにポッチがありまして、ここを押さえながらスライドさせてやるとスッと取れますよと、で外れますよと、で反対も同じように押さえながら横にスッとっていう感じで取れましたと。もうなんかこれかっこいいよねこのままもかっこいいよね。さあそしたらつけていきましょうか。でこっちからつけていきましょうか。これ方向さんのプロテクターケースですね。まあこれを簡単にスポッと開けていきましょうか。はい、もう本当にスポッてはまってるだけで、中にカード的なのが入ってて、抜いてこうですね、こういう感じ。はい、こんな感じで外側が黒の、まあ、メッキというかテカテカした感じの、でも柔らかい、すごい柔らかい素材です。うん、まあでも傷からはね全然守ってくれそうですね。内側がちょっと銀色な感じで、まあ塗装されてないっていう感じですかね。これもそのままスコッてはめるだけですね。行ってみよう。一応ここにリングの穴があるんで、こっち側ですね。感じで、あ、結構難しい。
なんだこれ難しいぞ。こっちから入れて、いやリングから、リングからだろやっぱり。もうちょっとね、行けたかな。こっちから入れるか。お、意外とはまんない。こう、よしよし、あ、はまった、はまったけどもちょっとずれてるのか。うん、こういう感じ。あ、でも意外と、あ、いいぞ。正面から見る感じ結構いいぞ。ちょっと今画面の方だと確認しづらいかもしれない、真っ黒だからね。でも実際に見るとそんなに悪くない。うん、いいんじゃないかな。で、横のところにスピーカーとマイクがあるんですけども、ここちゃんとあの出るっていう風にあのレビューで書いてあったりしたんだけど、結構かぶっちゃってますね。だからここちょっと削ってあげないと、スピーカーの方は大丈夫なんですけど、マイクの方がかなり半分ぐらい今埋まってるような状態なんで、ちょっともしかしたらマイクの反応が悪くなっちゃうかもしれない。ちょっとそこは注意が必要かもしれないですね。はい、ということでプロテクターつけてみました。はい、そしたら続いてこのステンレスバンドですね、行ってみましょうか。これでもね、箱が結構かっこいい。これちゃんとウォッチバーって書いて、ウォッチバー。ちょっとね、この辺がちょっと雑い感じはするんだけど、なんかここの箱はアップルウォッチと合わせてるような感じで、なんかいいですよ。じゃあこれを開けていきましょう。これはこのままパコッといっていいのかな。取れるね、パコ。おお、はい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 、こういう感じね。はい、こんな感じ。アップで見てみるとこんな感じ。いや、質感いいですよ。ちょっとチャチい感じもしなくもない。あ、で、薄い、ものすごい薄い。あー、結構分厚くても俺好きなんだけどな。まあでもいいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。質感いいですよ。うん、軽い、そんな、まあちょっと重いけど、うん、いいんじゃないでしょうか。じゃあ早速つけていきましょう。カバーつけちゃったんだけども、はめるときは確か横からスッて入れるだけなので、ボタン押さなくてよかったはずなんですね。で、これ長さを調節しなきゃいけないんだけど、それは後でいいのかな。まあ後でいいでしょう。はめちゃいましょう。ここのさっきのここの溝に横からスッて入れるだけ、入れるだけだよね。スッ、あ、カチッカチッっていった。あ、入った。おお、抜けない。で、こっちも同じように、おい、めちゃめちゃスッと入るね。カチッ、入った入った。おお、おい、いいんじゃないこれ。かっこいいよ。全部黒い、ここだけ赤いけど、でも全部黒になった。わ、これは使えるんじゃない、渋い。あ、で、これ開け方がこう両開きのやつになってますね。ここの両サイドを押すとこう外れると。こっちも、あれ、こっちも外れる。こういう感じで腕つけるってことですね。ちょっとつけてみましょう。こうだね。うわっ、すげえ余った。3つぐらい取ってもいいぐらいな感じなのかな。うん、いや、でもほら、見た目ちょっとまあ調整したとして、こういう感じ。あ、全然重くない、軽いね。あ、いいかもしれない。うん、ちょっとじゃあ調整しましょう。そうそう、忘れてた、調整なんですけど、これなんとこの下にでってれー、調整用の工具、簡易的なやつが実は中についてるんですよね。ちょっと Amazon の方のページだとちょっと微妙だったんですよ。あの、よく分かんなかったんですけど、あの、ついてますね、カバー。買わなくてよかったんじゃないかな。しかも多分物ほぼほぼ同じもんですよ、これ。なんてこった。だったら銀とか買えばよかったな、こっち。しまったな、これ黒ついてきた。ちょっとショック。まあ、ね、工具ついてるんで、これ使ってちょっと調整していきたいと思います。さあ、というわけでつけてみました。これ意外といいぞ。こういう感じ、ほら、普通のなんて言うんでしょう、
ね、普通の時計というか、なんだろう、パッと見アップルウォッチに見えない。いや、いいんじゃないですか。結構いいぞこれ。で、付属して、ベルトの方にバンドか、バンドの方に付属してたこいつ一回つけてみたんですけども、やっぱりね、作りがちょっと雑い感じがします。多分素材的にはそんな変わんないと思うんだけど、でもちょっとこっちの方がなんか内側の素材感がちょっと違ったんですよね。付属でついてた方が若干ちっちゃい、サイズがちゃんとできてない感じなので、このリングのところ、デジタルクラウンのところですねっていうのがキチキチなんですよ。でちょっと回しにくくなっちゃってっていうのがありました。ただこのマイクの穴はこっちの方がでかいんですよ。だからこいつの方がはめた時にちゃんとマイクとスピーカーは全部出る感じになってます。でこっちはちょっと、うん、今もそうですけど隠れちゃってるので、ただでも大丈夫だと思うんだよね。Hey Siri、明日の天気は？うん、全然大丈夫。うん、ステレオです、こっちで iPhone の Siri も喋りました、こいつも喋りましたということで、うん、大丈夫、全然音声は普通に。僕結構ちっちゃい声でこうリマインドを最近ねやることがあるんですけど、ちょっとやってみましょう。Hey Siri、うん、全然反応します。ということは問題ないですね。素晴らしい。いや、かっこよくなった。かっこよくなったよ、これ。ものすごくかっこよくなった。これは大満足。はい。ということでね、Apple Watch、買ってみまして、ちょっと付属のね、分では、ビジネスライク的にどうかというところがあったんで、Amazon さんでバンドとケース買ってみました。うん。かなり良くなった。すごくかっこいいです。うん。大満足。はい。ケースの方が1299円です。で、でこちらのバンドの方が、2499円ということで、まあ、合計4000円ちょっとぐらいになってますけども、こんだけ雰囲気変わればいいんじゃないでしょうか。5000円でね、私的には大満足でございます。はい、皆さん、Apple Watch 持っておられる方でまだバンドね、あの変えてないとか何かありましたら、ぜひぜひ参考にされてはいかがでしょうか。こちらの2つ Amazon リンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それでは皆さん、じゃあの。